結構引用されたというか使
確実に必要な、正解での承認までの
それで、テープするとこの基準だけに作っていけばですね、そこで、この方針というのを入れて先行していくことになります。つまり、研究プロジェクト1番からその製品を判断まで並べて大きなところに出てくるわけではなくて、ある基準を満たしている人は先行基準17条としては合格基準合格という言葉は使いませんので記号しているとその上で手を用意する判断をして最終的に滑り込んでいく、だからその方たちは17条の先行条件を満たしているということになります。そこで当初の先行に当たったり次は当初という学術会議の先行委員会の資料として終わりになっているものに使われています。この中で一番最初のところにありますが、市民連帯生物局で、市民の人、高山の先行に当たっている資料として書かれているのは、男女のバランスとか、地域のバランス、それから職場のバランスですね、それから分野のバランス、それをまとっていくということが書かれています。それは、その相手関係の対策になる科学者に加えて、今、述べたようなことを対応して先行しているということです。で、これらの先行を全て、なので、これらを踏まえて、どの仕上げが何かというのを説明されなければいけない。つまり、キーワードになるのは、その、素早く研究の対応策というところと、地域だとか、全体とか、そういったバランスですね。これは、に関連して先行しない理由が何かということが述べられないといけないということであります。特に、その、素早く研究の過程策というのがキーになるということであります。で、総合的に完結という言葉を使っていますが、総合的に完結ということについて、その、さらに分かっている、内部ですね、これは、私が考えるところ、推進候補者一覧性というものが分かっているわけです。これは市内連帯生物職務専門分野が書いてあるんですね。で、この中から、これを見ていると、どのようにして生物生物関係の欠如というのが判断できるのかですね。市のクラスターがないわけで、もし追加の資料があったら、学術会議にそれを出せというふうに言わないと、総理の手元には入らないということになりますので、そこはもう一つのポイントになるかと思います。で、ちょっと、こちらの次のページ3番で、改めて国務省で、先生という問題の関係についての事務局の文書、これは、内閣府の事務局は、学術会議の事務局から、だからと、文書というものであります。で、ちょっとその最後に、次の点があって、今回とも関係があるので、触れておきます。一番最後ですね、この文書の人気は、結果の、点検でやっておりますが、内閣総理大臣が適切にその任命権を行使するため、任命するべき隊員の数を上回る公算指摘者のもとで、その中から任命するということに否定されないと考えられるとあります。で、今回はこうやっていないわけです。やっぱり、先ほど出しているので、今回の外交しないんですが、今後はこういうことが行われるという、恐れがあると思っています。ただ、先ほどのことです。この先行についても説明しましたけれども、これを要は、これ全部をメインにするとですね、つまり、公明の内閣が総理に渡って、それから任命するということになると、総理、首相は首都構想の任命、国民の任命がここに、補欠の第一はですね、その先行を総理が行わないといけなくなります。で、その先行という行為が、首相の役割として、公明にされていません。それから先行の必要な専門家による評価体制が必要になるわけですが、それも現状明らかに整っていません。つまり、現行法では、国立会議、その中の先行委員会、幹事会総会というのは、会議会ですが、学術会数の先行を行うことを求めているというふうに私は考えています。で、さらに話をするところは、特に学術会議の先行では、こうした考えに基づいて、学術会議内部の意味で、幹事会が一人の候補者を選定するということが明記されていまして、1名のポストにつき、1名の候補者を推薦することが明記されているということであります。2つ
単に先行って排水回線の先行とで先行方法を異なるものとするという合理性ないので、まあ、私たちの感じが考え方としては、ぴったり数を先行するというのが役割だと思っているということであります。で、最後は、これは日本に関連した学習では、無責任の情報を取るというのが出ています。まあ、関連者の情報で繰り返しましょうが、まあ、その、睡眠計画ですとか、国内の問題とかですね、国外の、では最近の国民は、国民に対して行われてない人というのがあります。あるいは、国立会が終わると、学習に行って、研究を受けることによって、一般的な部分だと。で、もう一つ、自治体が行われて、パソコンの等のグループで、これも、ネットで、その、本当にない情報が、これからも、正していく、根拠を求めていく、そういう活動をしている組織と理解していますが、どういうふうに話されているか、少し国産の意見に比べて、国家を調整するのは、手当たらないですね。だから、事実を考えて、調整するという場合には、デジタル政治に世界を調整して、それが国産と同じぐらい、それを引き渡るように尽くすまで、責任あることではない。特に責任あることは、Thank you.
その可能性があるんだったら、対応していると言われる、準備されたことによって、なぜ国民は有名というのかですね。まあ、これについては、それが国民が明らかに生まれているのではないかというふうに思います。まあ、それで、このデパルトとの形であるというのは、無責任な発言ではないかということを感じました。以上でございます。
の対応化です。回答をやられていた方にですね、出ないというかですね、この2012年のアントメーションがあたりですね、どうもやっぱりいろいろ雰囲気で変わってきたようなのもないんですけれども、回答をやられていた時に何か確率会議に対して政府が何か言っているんですけれども、まだまだ韓国じゃないけどなんかそういうように思って、何か少しに行動とか発言とか、ね、そういうことがあったんですけど、一時はやってきたんですけど、今おっしゃったのが他の政策に絡んで自治体に対して国際的な政策が強くなったという感じがあると思ってます。僕らでもおっしゃいましたけど、やっぱり内閣人事局ですね、で、公務員、官僚の人事について関心が強くなっているということは、新聞等でも記されていましたので、まあ、その一環として、総理が任命する官邸について、メタルタルに出していくという、まあ、従来、政府に進めに行ったときに、今回の政府に提出するということではなかった。まあ、そうでない普通の説明が認められたということに、私はむしろその人事、一般の人事の、に対しては使いと、まあ、同じような扱いになっているのかなというふうには感じていました。ありがとうございました。まさに、会長の説明の時に2010年の前回の国語の政府の時に、国内で多い人数を持っていた説明に、その時の説明はとは、あれやめなんでしょう、安倍総理、菅総理、安倍総理と、どんな説明に至っているんでしょう。その時に連携した相手の名前は、私からまだ申し上げていないので、申し上げませんので、申し上げて、こっちは、この名前は、私はここに来てましたけど、想像したら、この辺のところに行くわけではないので、要するに人事の担当の方に説明に行くということですね。それは首相官邸の杉田局長、今申し上げるのは申し上げてないんですが、首相官邸に行ったということを申し上げています。当然、当日の公認ですから、総理の官邸と、これは国民が知ってるべきだと思います。私の言葉でどれだけ説明になったんでしょう。それは申し上げてないので、だって関連では、その説明に行くそのきっかけはどこからそういうことが行われるのか、学校のことも学生の人生なのか、あるいは人生の人生なのか、その人生の人生なのか、どこからそういうことが行われるのか、私は説明の違いはですね、私の1期目、2013年の時もあったんです。
国立公園の方には、あとで分けたいっていうことなんですね。なんか、これ大事で、大事な説明が出てきて、この大会の国立公園の方は、どんどん大会が出られたのかっていうのを見せていただきます。ちょっと、この、実際どうなんですよね。その時点で、私は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 、
Thank you.